セルゲイ・ボリーソビチ・ブリリョフは、ロシア連邦のジャーナリスト、国民的人気番組を多数率いてきた。グローバルエネルギー協会の会長、外交及び防衛政策評議会の幹部会員、ベーリング・ベリングスハウゼン研究所の共同創設者及び会長、ロシアテレビアカデミーのメンバー、ロシア連邦国防省の元公会議メンバー、国営テレビ局、 チャンネル1の副局長であり、米国の研究を行うベリンがベリンスガウゼン、研究所の所長を兼務。2018年9月、ウラジオストクにおける、東方経済フォーラムでは、ロシアのプーチン大統領、中国の習近平総書記、モンゴルのハルトマーギーン・バトトルガ大統領、日本の安倍晋三首相、韓国のリラクフチ首相の集う、全体会議で司会を務めた。 1972年6月24日、キューバ出身。家族は妻と娘が一人。幼少期、青年時代をモスクワ、エクアドル、ウルグアイ等で過ごし、英語とスペイン語が堪能。1988年に人気番組にてテレビ初出演。1995年にモスクワ国際関係大学のジャーナリスト学部卒業。新聞、 コムソモリスカやプラウダで経験を積む。また、1995年より、チャンネル1勤務。主な活動分野の一つは、大統領、首相、外相等との独占インタビュー。政府や議会を批判することはあるが、プーチン大統領の批判は行わないスタイル。ありがとうございます。